オウシ座28番星は、オウシ座の構成で、プレアデス星団に属す。プレアデス星団の中では、構成の一つだが、死等級は5.09と、暗く、また近くに約4倍明るいオウシ座27番星が、見えるために、裸眼で見つけるのは難しい。この星は連星であり、明るい方の構成 A は、古典的な BE 星で、周期的な段階の変化や、 それぞれ異なった角度を持つ二つのガス円盤からなる、構成周辺の複雑な環境等の特徴を持つ。この連星形に関する研究が行われたが、番星 B の性質はよくわかっていない。時点速度は、開けるなるよりも速く、次回速度に近い。シンバドでは、スペクトル型 B8B2 に分類されているが、近年の多くの研究者は B8BEP に分類している。 N は太い線、E は気線、P は得意を意味する。この星の場合、得意な気線は構成から放出された物質でできた周囲のガスの円盤に由来するものである。地球からの真の距離についてはかなりの議論がある。議論は距離測定の方法論を中心に展開されている。非作法が最も中心であるが、 高度計や分光計を用いた観測でも貴重な洞察が得られる。ヒッパルコスのミッションが行われる前、プレアデス星団までの推定距離は約135%であった。しかし、1997年にヒッパルコス星表が出版されると新しい示唆の測定値により、 119プラスマイナス1.0%より近いことが示唆され、天文学者の間で議論を呼び起こした。一部の天文学者が主張するように、引っ張るコスの見積もりが正確であるとすると、星団の中の構成は、太陽に似た構成と比べて暗いことになり、構成の構造に関する基礎的な概念に変更を迫ることになる。2004年に、 ハップル宇宙望遠鏡のファインガイダンスセンサーを用いてカリフォルニア工科大学とアメリカ航空宇宙局のジェット推進研究所の共同で行われた干渉法測定によって約135%という当初の推測値が正しい値であったことが示された。しかし2009年に出版された論文では0.13マスという非常に厳しい誤差範囲で8.32 マスという新しい示唆の測定値を示し、この星までの距離を120点にプラスマイナス1.9%算出した。どの推定距離が将来の計算で裏付けられるかはわからないが、2013年末に打ち上げられたガヤ計画は、この議論の究極的な決着をもたらすだろうと期待されている。百四十二年、BE 性の初期の研究者の一人であるオットシュトルーベは、 プレアデス星団の中で最も興味深いと述べた。この星団の他の多くの構成と同様に、この星は青白色の B 型主系列星で、温度は約 12000K である。距離を約120%パーセクト仮定すると、放射高度は太陽高度の190倍である。半径は3.2太陽半径、質量は3.4太陽質量であり、この星は プレアデス星団の他の明るい恒星と比べるとかなり小さい。例えば、オウシザイータ星の半径は10太陽半径、高度は2400太陽質量であり、この星より30倍大きく13倍明るい。この星は古典的な BE 星であり、しばしばアクティブ、ホットスターと呼ばれる。古典的な BE 星は主系列に近い B 型星であり、 E の文字がつくのは、この星はスペクトル中に、通常の恒星が持つ、吸収線ではなく、気線を持つことを示している。気線は、恒星がガスに囲まれていることを示す。BE 星の場合、ガスは、通常、赤道面上の円盤を形成し、高級からだけではなく、円盤からも電磁波を放射している。この周囲のガスの配置や運動は、ガスや放射の圧力ではなく、 回転によって重力に打ち勝つ、ケプラー型の円盤として、最もよく説明される。このような静襲円盤は、恒星に向かって物質が落ち込む、こ着円盤に対して、恒星から物質が噴出される、リクリエーションディスクスと呼ばれることがある。ペルセウス・座ファイセの想像図。この星やペルセウス・座ファイセのような古典的な、BE 星は、赤道上におそらく高速の時点に由来するガスの、 円盤を持つことがある。BE 星は、秒速 200km 以上の速度で高速自転し、強い構成風を発生させ、質量喪失速度は大きい。その見かけの明るさのため、高速自転し、勉球の形になっている構成として、最もよく知られているのはアケルナルであるが、その自転速度秒速 251km は、 オウシ座28番星の時点速度秒速 329km よりもかなり遅い。結果として、アケルナルの時点周期が48.4時間であるのに対し、この星の時点周期は11.8時間である。これと比べ、太陽の時点周期は25.3日間である。オウシ座28番星が、 これほど早く自転しているため B8V 製の磁回速度として推定されている約370秒速 390km に近くなっている。自転速度が非常に速い他の BE 製には秒速 470km の最断座アルファ製がある。この速度はあまりにも速いため今にも爆発しようとしている。この星を非常に独特なものにしているのは 通常の B 型星、BE 星、BE 核星の3つの段階を交互に移り変わることである。その原因はおそらく多くの BE 星がその中から出てきたり隠れたりする周囲のガスの円盤である。円盤の物質は重力のために恒星に引き付けられるが十分なエネルギーを得ると宇宙に飛び出し恒星風の一部となる。BE 星はそれぞれが 独自の進化を遂げた複数のガスの管を形成することがあり複雑な静春環境のダイナミクスを作っている次回速度に近い受点速度を持ち極からの構成風として質量を放出するサイダンザアルファ性このようなダイナミクスの結果この星は顕著な約35年周期の長期的な高度や分光の変化を示す実際に過去100年間で 1903年までは BE 星、段階、1905年から1936年までは B 型星段階、1938年から1954年までは B 核醒段階で、1955年から1972年までは再び BE 星段階に戻った。その後、1972年に BE 核醒段階に入り、その後スペクトル中に、 多くの殻由来の吸収線を発展させた。同時に1971年末から恒星の高度は減少し始めた。1973年末に最小の高度に達すると恒星は徐々に明るくなった。1989年、この星は BE 星の段階に入り、2005年夏まで BE 星の状態が続いた。 このような段階の変化を引き起こした直近の円盤は1972年に形成された。しかし興味深いのはこの星の長期の施工観測により固有せ光角が変化していることが示され円盤の軸の空間運動の直接的な証拠となっていることである。この星は比較的近い位置に万星を伴うためせ光角の変化は 約81年周期の円盤の再差をもたらす。2005年から2007年に行われた高度や、分光の観測で、赤道周囲に新しい円盤が形成され、異なる角度を持つ20円盤を形成したことが、示唆された。新しい円盤の軌道傾斜角は60度と推定されたが、もともとあった円盤の軌道傾斜角は約30度であった。 この配置のずれた二重円盤構造は BE 星では初めて見つかった。したがって、この星は新しい円盤の形成と二つの円盤の相互作用について観測する珍しい機械を与えている。この星は連星として知られているが、その軌道パラメータは完全に分かっていない。1996年、日本とフランスの天文学者のグループが この星の軌道周期は218.0日で0.6という大きな軌道離心率を持つことを発見した。ワシントン重生カタログは2つの構成の間の角を0.2秒として掲載しているが、これは約24天文単位に相当する。型有名のプレイオネはギリシャ神話に登場するプレイアデスの母、プレイオネーの名前にちなんでいる。 2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループは、プリオニーをオウシザ28番星の固有名として正式に承認した。フランスの画家ギュスター・ブドレが描いた、プレイオネー・プレオネは、キュレーネ山のオーケアニスのニュンペイであり、ティーターンのオーケアノスとテイティウスの間の3000人の娘の一人である。ギリシ神話のは、 自然の精霊、オーケアニスは、海の精霊である。列位の神と考えられているものの、彼女らは、自然界の守護者として崇拝された。それぞれのオーケアニスは、海、川、湖、泉、さらに雲等のそれぞれの水系の守護者であった。海のニュンペ兵である、プレイオネーは、ティーターンのアトラースの配偶者であり、ヒュアース、ヒュアデス、プレアデスの母である。 プレアデス星団の構成が命名される際、星団の東側にある一体の明るい構成は、アトラス及びプレオネと命名され、その他の七つの明るい構成も、プレアデスの名前にちなんで命名された。プレアデスという用語は、星団全体を表す用語として、ローマ帝国の詩人ガイウス・ワレリウス・フラックスによって、用いられ、イタリアの天文学者、ジョバンニ・バッティスタ・リッチョー・リは、 マータプリオニーと呼んだ。プレイオゲーとプレイアデスの名前の由来については諸説ある。その中でも有名なものは3つあり、最も有名なものはどちらの名前もギリシア語で、後悔するという意味を表すという言葉に由来するというものである。古代ギリシア人は後悔の文化を持ち、プレイオゲーの神話上の地位は海の乳平であることから、この説は最もらしい。このため、 プレイオネーは、後悔の女王と呼ばれることもある。さらに、これらの構成が現れるのは、古代の後悔の季節と一致する。賢明な船乗りは災難を避けるため、夜、プレアデス星団がよく、見える日にの未公開を行った。もう一つの語源の説は、ギリシア語で、もっと、十分な、完全な等の意味を表すという言葉である。この意味は、聖書の K、M? H やアラビア語の AL サーヤという言葉と一致する。実際、プレオネは、牧草の乳兵であるエピメリデスにも数えられ、動物の繁殖を支配しており、彼女の名前は数を増やすことを意味している。オーリーオーンが、プレイアデス全員を追いかけ回すようになった後、ゼウスは彼女らを、はじめは、ハトの群れに、ついでその父を慰められるようプレイアデスを星に変えたと言われている。 オリオン、ザ、ジャイアントハンツマン、インパースルートオブザ、プレアデスヒマライアンスコヨースケイプ、プレアデスザミルキーウェイ、プレアデスザインターステラーミディアム。ありがとうございます。